しい、もうめげないしょうがない、ごめんなさい。はい、今回の動画はスクスタフェス久しぶりにね、動画編集ありで、はい、出させていただきました。しかも今回なんと言ったってしおりこちゃんの UR、 こちら初実装です。あとしおりこちゃんもね、衣装プレビューするとすごくいいんですよ。はい、ドン、すごい豪華、めちゃくちゃゴリゴリなね、衣装ですよ。これ好きな人結構多いんじゃないかなって個人的には思いますが、ちょっと豪華ですね。どちらかと言ったらうちら二人ともしおりこちゃん狙いってことだよね。いやでもね、あゆむちゃんの覚醒後、めちゃくちゃ可愛いっす。マジで俺どっちも欲しいっす。まあでも両方出るはずがない。まあどっちか出たらいいなぐらいには思ってる。ほーん、 UR に関してはだよ。はい、別に SR のほのかちゃんは別に言わなくても出てくれるんだもんSR だよ。 SR 弾けなくて UR 弾けると思ってんの。あ、なるほどね。 UR の話をしてるってことは SR はもう出る前提で話してんの俺は。なんで UR が出て SR が出ないの。そんなことありえないんだから。なるほどね。確率上的にはありえないんだから、それがあってはいけないんですよ、運営さん。はい、で続いて SR の方がなんとほのかちゃん夢飛び、はい、ですが、これ覚醒前のこの見て雪だるま作ってるこのシーン超可愛くない。そして、もう一枚リナリーと、はい、ここでレオナから、はい、このイラストだけじゃ分かんなかったけど、何サイバーチックな羽が生えてるのは知らなくて。なるほど、確かによく見ると生えてますね。はい、今回もありました、レオナの好きな羽。はい、というわけで今回の動画はですね、YS の方が50連やった後にレオナが50連というわけでトータルで100連やっていきまーす。1回目めげないしょうがない、ごめんなさい、お願いします。いや、はい、どうも。OK、しゃい、見たかこれ。どうせしろとか言ってるんだろ。これ配信じゃないからちょっとわかんないけど、どうせしろとかみんな思ってんだろ。 YS ですよ、これ引いたの。サクッと引きましたよ。で、SR 引く。はい。とりあえずね。もうなんならここで、一発目のほのかちゃん引いてからの、ここで UR、ピックアップ。おいしそうだ、2枚。なるほどね。ほら、来い、なあ、爆弾持ってる。ちょっと待って、この爆弾がフラグとかすのはちょっと勘弁してくれ。ちょ、ニコニー、俺のね、嫌いなプチトマトですよ。はい。あ、本当にいいことある？はい、というわけで。持ってないんじゃないの？ノンタン！もう持ってない。はい、主義！おー！めっちゃ指さしてるやん。いいことがあるかもよ。ほら、見て、あれ。その先にあるもの。SR まだあるからね。ここで。はい、ドン。なんだ、今日は俺の嫌いなトマトがピックアップしてるガチャですね。まだ、新規ノンタン。これフェス来てくれたからね。とりあえず良きでしょ。だから、これがあるからフェスガチャはやっぱやった方がいいんですよ。うん、だピックアップ狙うだけではなく、でもそれで言ったら俺、ガタンゴトンセッツ欲しいです。それを持ってないから、うん。まあ、でも一発目良かったよ。とりあえず UR 出せてね。トマトリプレイはちょっと予想外でしたね。はい。というわけで、20連目行かせていただきます。それでは、行きましょう。めげないしょうがない。はい、お願いします。いや、フェス楽しませてくれよ。まあ2回目、まあそうなるか、まあしょうがないしょうがない。はい、じゃがりこ演出きました。はい、星は1つ。いや、SR、まあ1枚、まあ2枚出るなら2枚の方がいいけど、でも1枚でももちろんね、ピックアップす、ね、仕事さえしてくれれば、あ、オッケーオッケー。あ、いいじゃん。いや、今日の俺いつもと違う。お、SR4 枚？え？これもういるでしょ、ほのかちゃん。ピックアップ、0でしたね。まあでも、2枚だって今回あるのに。まあでも、オールメロンは避けました。次はね、来るよ、虹。まあ2回に1回だからね。そうだよ、ここは確率通りに来てくれるよ。やばい、急な確率負けフラグ。これもうだからさ、ほんとなんかそういうのやめてくれる。なんかさ、最初でちょっと期待させて盛り上げさせといて後から下がるパターンちょっと困るよね。この流れは君もう、この流れ俺実況者として困る流れなんですよ。でついにここでドブが来ると。なるほどね。でもここで来てくれる、俺は信じてる。おっ、かわいいおうちゃんに癒された。メガネのようちゃん、君どこにいるんよ、メガネの。どれ何色のメガネだったの？俺黒だよ。黒のところ。俺黒縁のメガネだからね。俺は背後から見ている。でも選ばれたのは赤いメガネでした。あの次 UR1 枚出せばまあね、また戻せますんで、それでいきます。メガネしかない、ワイサイワイピョンだ、ピョン。いや、それは嫌でしょ。いやいや、大丈夫、見てろって。あ、ワイピョン、ほら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 、オッケー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 、ほら見てろって、ほのかちゃん見てろって、ほら、あーす、はいはい、なん、はい、カント強羽ね。そうなんだ、ちょっと遅かったね、今更感あるけど。はい、次、おー、そっちかい。ほのかちゃん欲しかったけどな。はい、まあでもピックアップ仕事してくれたからね。まあリナに見れてよかったです、ありがとうございます。
というわけで、もう YS ね、最後のターンになっちゃったんで、ここでおまじない使わせていただきます。ワンタップ。ようちゃん。ひゃっ！あ、すごい。珍しい。俺にしては、珍しい。いい。はい、はい、はい、はい。早くしないと、はい、機嫌損ねるからね。はい、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 これラスト俺ね。はい、ここで最後に見せて。OK！ ようちゃん、ようちゃんありがとう。あー、というわけで、ね、もう、めちゃくちゃ負けは回避したね。50連で UR2 枚は別に普通です。うん、普通別に普通なんで、うん、もうここまで来たら見せようよ。ここまで来て中途半端な結果を見せるわけにはいかないんで、ここでお見せしましょう。UR1 枚。メロン？うん、メロンじゃないよ。昨日ね、おはがちゃでね、メロン来たからね。うん、やったっつってね、やってねえよっつってね。はい。SR が、SR もあるから、このチャンスもあるね。はい、で、昇格演出2次ありがとう。はい、11かな？おー、最後にある。あー、ここでほのかちゃんお願い。あー、でも新規。あー、いいじゃん。いやー、闇鍋？これの次。次じゃない？いきます！はい。最後。これ。あなたの隣はこんなに美しい。よっしゃー来たなこれ。しゃー、今日の俺はいつもと違う。たまには見せるんやで。いや、全然十分ですよ。だって、ピックアップ、SR と UR1 枚ずつお見せできたんですよ。まあ、残念ながら、そのね、一番欲しかったほのかちゃんってところは、まあ、いなかったけども、出たじゃん、あゆむちゃん。ちゃんと持ってきてくれたんや。ほら、今日の夕飯からの、外雪だけどね、こう傘さして一緒にこう帰りますよみたいな、このシチュエーションですよ。最強じゃん、もうこれ、この流れ。よく喋るね。なんかね、久しぶりに俺楽しかったから、めっちゃ俺喋ってる今。テンション高い俺。確かに、だって確率も普通ぐらいの。そう。確率が普通ってことは、俺からしたら引き強いんですよ。だって、かつ UR2 枚ともフェス限でしょ、新規の。そう。しかも両方新規。もうね、お腹いっぱい。はい。というわけで、YS は以上とさせていただきます。皆さんご視聴ありがとうございました。はい、それでは、レオナさん、行きましょう。頑張って。うちはね、先に機嫌を伺いに行くよ、じゃあ。あ、最初にやるパターンか。しかも、チュワンと、しおりこちゃんにしてるから。ああ、なるほどね。行くね。はい。ほい。ちょっと、無駄な贅肉があるとでも言いたいのですか？それはレオナだよ。でもやばいな。どっちかしか勝利できないパターンでさ、君がもう勝利しちゃったじゃん。そう。やばい。珍しく俺勝ったね。びっくりした。まあ、行きます。とりあえず。とりあえず引かないと分かんないからね。そうだよ。はい。ここです。君は何が見えんの？あーす。はい。なるほどね。そこには、じゃがりこがあると。さあ、名前あるか。そう、SR、多ければ嬉しい。おっと、これ逆転現象ですね。ドブ。でもドン。あはは、惜しい。オールメロン。一回だけで見てはダメです。長い目で見ましょう。ガチャはそういうもの。ラッキー。え、今のは？ラッキー。あ、これ、これはな、なん、これは何？ピカチュウ。ピカチュウ？ね、確かになんか、うん、あ、ほら、ピカチュウ出たよ。ほら、よかったじゃん。うん。はい、というわけで、ステップアップしましたね。SR1 から SR2 に。はい、ドン。あ、お！まあ、残念なことにね、レオナがほのかちゃん出してしまいましたが、俺の端末じゃなくて残念ながらレオナの方で出ちゃいましたが、まあ、でもね、もう、この動画では、あと、ピックアップ出してないの、しおりこちゃん UR のみとなりましたので、うんうん、もう、ここはレオナに出してもらおうと。あと30連ですけど。頑張ってサンシャインですよ。サンシャインじゃないな。そうなんだよ。だからね、ないんだよ。頑張って、学園頑張って学園頑張って学園。じゃあ、それでいこう。頑張って学園。しおりこちゃんカバーヌ。やばくない？最近ちょっとやばくない？なんかさ、最近俺引き割と戻ってきた感あるんだよ。ああ、そうなると結局逆転現象起こるんですよ。はい、どうもですね。頑張って学園。うん、頑張れなかった学園ですね、これね。おい、ふざけんなよ、お前。それは許せん。それは、それはやめてくれ。ちょっと、何やってんの？お、一枚分けてちょ。じゃあ、君、ちょうだい。俺の何が欲しいんだい？ボイス。ボイス。このボイスが欲しいのか。しょうがないな。あげよう。それではいきます。頑張って学園、しおりこちゃん。ちょっとずれたな。まだあるかと思った。オーラボイスで。おー、ありがとう。やっと、やっと弾けた。あ、どうもどうもどうも。まあ、俺の声はね、まあ、このぐらいですよ、力としては。まあ、花火は打ち上げられないものの、まあまあまあ、二次演出出せるだけ、まだいいんじゃないですか。ありがとう。はい、ここで。うれしい。うん、あとは、頑張って学園、しおりこちゃん出るかどうかだよね。そう。
あとは量の的には SR ピックアップリナリーそうリナリーも欲しいんだよなというところもありますが、1枚目はいちゃんと SR ありましたね。大丈夫、そこリナリーでしょ。はい、で昇格演出 UR カラーのちゃんで SR はあー1枚なんで最初で最後の SR チャンス。はい、なんなん今日、やば、今日なんか今日爆弾の日、これもう俺灰色にしときますねこれもうね。はいはい、あで嬉しい、この声は嬉しい、お化けの、お嬉しい嬉しい嬉しい、新規リノリー出るじゃん、新規惜しい、これもちょっと羽羽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 羽勝負に勝つには君本当にしおりこちゃん出すしかないよ。ふっす、欲張るな、はい、今日はねダメだ、せめてリナリーだな、大丈夫、 SR いっぱい欲しい、1枚はいや OK はいはい、嘘嘘近い、世界は喜びが溢れている物語はいつもしない青胸に星を夢に疲れそうな日には僕が頼りぎになるよ、世界が僕らに、なるほどね、まあまだね君50連でも UR1 じゃ負けだな、まあでもその1枚がまだ新規でよかったねっていうところかな、しかも欲しかったし、まあまあそう、こういう日もある。あ、バイバイ。ちゃんちゃん。